ではまず大まかなゲームフローについて説明いたします。本機は8個保留の核変ループタイプ、転落抽選と電サポなしの降格状態も搭載しております。まずはジャギ缶ルーレットに発展させ、赤く光るジャギの当たり缶を変えるか否か、それが大当たりを決める重要な演出となっております。大当たり後はおまけ缶ルーレットでその後のモードを決定。ケンシロウの缶が光れば電サポ20回、トキの缶であれば電サポ100回のおまけタイムとなります。そして電サポ100回消化後、見事ラオウの缶が光ればスーパーおまけタイムとなり、転落抽選を引くまで電サポが継続いたします。おまけタイムが終了したと思いきや、電サポなしの降格状態に入っている場合もございますので、決して諦めずに遊戯をお楽しみください。でスペックの詳細に関してですが、通常時の大当たり確率は設定1で 319.6 分の1、設定6で 257.0 分の1と遊戯の幅が広がります。6段階設定ならではの仕上がりです。さらに核変比率は 82% となっておりますので、大当たり時の払い出し1500個に加え、核変への突入の期待度も非常に高い仕上がりとなっています。Thank you.
士として買おう。3、2、1、押せ。なかった。